最近、ドジャースファンは、ブルスダー・グラテロルが、右肩の炎症で、故障者リスト、イルに入れられたという、悲しい知らせを受けました。これは、チームにとって大きな損失であり、グラテロルに代わって、若手投手のエメット・シーハンが、マイナーから昇格しました。同時に、ベテランキャッチャーの、オースティン・バーンズが復帰することも発表されました。グラテロルの負傷のニュースは、チームのコーチングスタッフや、ファンにとってショックであり、失望の声が広がっています。 グラテロルが再び負傷に見舞われたことで、ドジャースは重要な選手を失い、多くの困難に直面しています。グラテロルは単なる重要な投手であるだけでなく、シーズンを通じて守備のようでもありました。彼は68試合に登板し、4勝2敗、7セーブ、防御率1.20という印象的な成績を残しました。ベテランキャッチャーのオースティン・バーンズは次のコロラドロッキーズ戦で復帰する予定です。 これにより、ドジャースにとって希望がもたらされ、特に山本義信選手にとっては、バーンズとの連携が重要な試合で強化されることが期待されています。しかし、グラテロルが肩の炎症で離脱したことは、依然として大きな損失であり、ドジャースの投手陣にとって大きな痛手となっています。他の有望な投手もいますが、グラテロルが再び負傷したことで、チームは最も注目される投手の一人を失いました。この状況は、シーズンの重要な時期に直面しているドジャースにとって、 さらに厳しいものとなり、特にプレイオフに向けて調子を維持する必要がある中で頭を悩ませています。ロバーズ監督はグラテロルの状態について心配を隠しきれませんでした。スプリングトレーニングの時からグラテロルはこの問題に直面してきました。彼の方には何かが起きていることは明らかですと、グラテロルが医療検査を受けた後にロバーズ監督は語りました。グラテロルが試合に出られないことはチームにとって大きな損失であるだけでなく、 彼自身も多くの困難に直面しています。シーズン中、彼が度重なる負傷に見舞われていることから、これが彼にとって最も厳しい時期であるかもしれません。当初、グラテロルは右肩の炎症で60日間の故障者リスト、イルに入っていました。しかし、8月6日にフィラデルフィアフィリーズとの試合で初めて復帰した際、グラテロルは右太ももに新たな問題を抱えました。彼は8球を投げた後、筋肉の緊張を感じ、直ちにフィールドを離れ、 悔し涙を流しました。治療と回復の後、グラテロルは9月10日に復帰し、7試合に登板して、勝敗はなかったものの、防御率2.45という安定した成績を維持しました。しかし、誰もが望まなかった事態が発生し、グラテロルは今季3度目となる故障で再び退場することになりました。ファンやチームメートは、グラテロルの健康状態に不安を抱いており、シーズンが終わる前に彼が早く回復して、フィールドに戻ることを願っています。 それでも、オースティン・バーンズの復帰は、ドジャースにとって良いニュースです。バーンズは、ベテランキャッチャーであり、多くのメジャーリーグの経験を持っています。彼の存在は、チームの守備を強化し、特に、若手投手のエメット・シーハンのような選手にとって、より良い条件を整えるでしょう。ドジャースの最も重要な投手の一人とみなされていたグラテロルは、シーズンを通じて、負傷による多くの困難に直面してきました。 肩の炎症によるサイドの故障者リスト入りで、ドジャースは今後の重要な試合で彼を起用することができなくなりました。彼の回復時期についての公式な情報はまだありませんが、ドジャースの医療チームはグラテロルの状態を注視しており、適切な治療方法を検討しています。現在、ドジャースはチームの調子を維持するために多くの課題に直面しています。 オースティン・バーンズが復帰したものの、グラテロルの離脱は依然として大きな損失であり、チームの守備力に大きな影響を与えています。投手陣の負傷が相次ぎ、ドジャースはまるで野戦病院のようになっており、ポストシーズンに向けて大きな課題が生じています。ロサンゼルスタイムズのビル・シェイキン記者によると、ドジャースは6イニングを投げ切れる主力投手が不足しているとのことです。 直近15試合のポストシーズンで、ドジャースの主力投手が5イニング以上投げた試合はなく、ロバース監督とチーム全体が不安を抱いています。ロバース監督は率直に、理想的には、どの監督も6イニングを投げ切って、勝利のチャンスを与えてくれる投手が欲しいと思っていますと語っています。しかし、今日の野球では、それが頻繁に起こることはありません。これは、ドジャースにとっての課題であるだけでなく、他の多くのチームにも共通の問題です。 さらに、ロバーズ監督は、ドジャースのブルペンが非常に安定していて強力であることを強調しています。しかし、主力投手のイニング不足を補うために、ブルペンに依存することは重要な試合では十分でないかもしれません。最近では、主力投手が多くのイニングを投げてくれたおかげで、ブルペンへの負担が軽減されて幸運でした。しかし、主力投手のイニングを伸ばす能力の向上がまだ必要ですと、ロバーズ監督は付け加えました。 一方、サンディエゴ・パドレスのマイク・シルト監督は、ドジャースについて、最近の試合では、ドジャースの投手陣は、素晴らしいと評価しました。しかし、主力投手が長いイニングを投げられないことは、ポストシーズンで、彼らに大きな困難をもたらすでしょう。これは、チームの成功には、主力投手への依存が重要な要素であることを示しています。ドジャースの困難は、監督の戦略や、ラインアップ調整能力だけでなく、選手の負傷が続いていることにも起因しています。 トニー・ゴンソリン、ダスティン・メイ、フリオ・ウリアスのような主力投手がシーズン中に重傷を負い、チームは適切な代役を見つける上で大きな問題に直面しました。ギャビン・ストーンとグラスノーも60日間の故障者リスト入りでシーズンを終えました。クレイトン・カーショーの状況もかんばしくなく、彼が今シーズンを離脱する可能性があります。最近、ロバース監督はカーショーが今シーズン中に復帰できない可能性が高いと発表しました。 カーショーは数週間以内に戻ることができない可能性があり、彼の復帰日もまだ不確定です、とロバース監督は述べました。ドジャースがリビジョンシリーズに進出すれば最初の試合は10月5日に行われます。カーショーがその時点で復帰できるかどうかは未定ですが、彼がその前に準備できる可能性は低いです。カーショー自身も回復プロセスについてあまり楽観的ではありません。彼は回復しているが100%に近づかない限り復帰はできないと述べています。 これにより、カーショーが今シーズンに復帰する可能性が非常に低いことが示されています。主力投手の連続した負傷により、長いイニングを投げられる投手が少なくなり、重要な試合での競争力が低下しています。限られた投手陣の中で、ドジャースはウォーカー・ビューラー、ジャック・フラハティ、山本に頼るしかありませんが、誰もカーショーの役割を完全に変わることはできません。ウォーカー・ビューラーは今シーズンで良いパフォーマンスを見せていませんし、 ジャック・フラハティと山本もパフォーマンスと体調の面で多くの課題に直面しています。そのためチームはブルペンに頼ることになりますが、ブルペン投手が多く投げすぎるとシーズンの重要な時期に彼らのパフォーマンスにも影響を与える可能性があります。ビル・シェイキン記者もドジャースが最近の試合で3勝8敗の成績を上げたことから今シーズンでのワールドシリーズ優勝の見通しは非常に厳しいと指摘しています。 現状では、特にパトレスのような強力な投手陣を持つチームと比較すると、ドジャースがワールドシリーズを制覇する可能性は低いと言えます。と、彼は述べました。ドジャースが直面している、最大の課題の一つは、短期決戦でのパフォーマンスを維持することです。これには、ブルペンの使用戦略や、必要に応じて投手を変える計画をしっかりと準備する必要があります。 しかしシェイ、キン記者が指摘したように、ドジャースは現在、多くのイニングを投げて、安定したパフォーマンスを維持できる投手が不足しています。さらに、投手陣の弱体化により、ドジャースの攻撃陣にも、大きなプレッシャーがかかるでしょう。ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン、ショー・レイ・オータニのようなスター選手たちは、守備の不足を補うために、これまで以上に優れたプレーをしなければなりません。この3人は、シーズンを通じて、ドジャースを牽引してきましたが、 ポストシーズンで高いパフォーマンスを維持できなければ、ドジャースの進出の可能性は大きく危ぶまれるでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。